もう CF やってきます。今日5バック、まあもともと352なんですけど、守備時は442でやってたんで、5バックね、試してみたいと思います。22の時後半と23の前半はね、ずっと5バックでやったんですけど、まあうまくいかなくてね、4バック442のブロックに変えたんですけど、もう一回ねちょっと試してみたいなと思ったので、まあ環境的にも、あ、この方もそうですけど、5バックの方がいいかもなぁと。よし。この方めっちゃプレス早いですね。まあ、浮かしちゃったボール。おいす。おいす。ぬきさん、ありがとうございます。ぬきさん、やりましたよ。なんかね、11ぐらいまでレベル上げましたよ。今日なんか1時になんか、エリアボス来るんですよね。あれやりますか？20でカンストです。おお、20でカンスト。あ、そうですね。もうカンストしてるんですか？なんか途中。あ、そうなんですね。よし。こんばんは。こんばんは。あ、山城さん。来ていただいてありがとうございます。CF 勝てないんでやめました。本当ですか？私、とりあえず今1戦目です。あー、ずれた。1-5なんでもうやらんす。おお、マジっすか。まあそっからですよ。マッチングが変わってくるんでね、やりやすくなると思う。よし、とりあえず一緒。私もね、1号ぐらいから11持ち返したりとか結構ありますんでね。切断してるんで意味ないです。ああ、そうなんですか。そうなんですか。戦績10。きついんですかね。やっぱきついんですかね。このなんですか、この TOTS 期間。そっか、辛いですね。頑張りましょう。頑張りましょ両班がゴミすぎる。う。あー、5変えましょう。5変えましょう。山椒さん。ぬきさん、その1時からのワールド、じゃ買わじゃ、ないです。買わないですか？ エリアボス一緒に行きますか？
とりあえず今日はね、10戦はやりたいなと思ってます。10戦で、今日と明日で起き20。てたら行きますあ、か。起きてたらお願いします。で、今日はね、5バック試してみてるんです。まあ、ずっと最近3、5、2なんですけど、守備陣は4バックでやってたんで、それをね、守備陣も4バック、4、4、2じゃなくて、5バックになるように変えてやってるんです、今。まあ、22のね、初めと、23の初めか、と22の割はずっと352、5バックでやってたんで、結局戻しただけなんですけど、まあ、守備がね、うまくできなくなってやめたんですけど、ちょっともう一回ね、チャレンジしてみたくて。やっぱ5バックにするとね、カウンターはやっぱりしやすいのと、最終ライン5枚なんでね、横横の対応がしやすいっていうのと、まあね、その前線のブロックっていうのを外しにくいんですけど、あ、ごめんなさい、前線からの守備っていうのはしにくいんですけど、まあより横横への対応と、そのカウンター対策しやすいっていう面で、カウンター対策じゃない、カウンターしやすいっていうところで、ちょっとやってみたいなって、もう一回。ケインがいるチーム嫌ですよね。ケイン強いですからね。来た。OK。いいっすね。でね、選手もちょっと変えてね、ヨレンテと、サネッティを買い戻したんですよね。ちょっとまあ値段も下がってきてたんでいいかなと思って、昨日買ったんですけど、そして今日また下がってね、これはね、ちょっとやっちゃった。10万ぐらい損、こんな下がると思わなかった。10万ぐらい損しちゃったんですよね。まあでも仕方ないですよね。あー、ずれた。今の配置はちょっと楽になったんですけどね。
よし、これは来たんちゃう？これ行きたい。ああ、取れた。1-7です。1ハイフンな、今わあ、マジっすか。もう切っちゃったんですか？どんどん切っちゃってるんですか？山城さん。そんな強いか。きついな。もう負け込むとね、切ってます。切ってます。こんばんは。深昨日さん。はありがとうござあ、いまいいしえ、こた。ちらこそありがとうございます。めっちゃ楽しかったです、昨日。もうね、プロクラブは残念で仕方なかったですけどね。まあ仕方ないですよね。そういう時もあるから。おーね。レベル上げ期間をもらえたとポジティブにいきましょそうですね。確かに。おかしさもマックスじゃないですか。まあみんながってことですよね。どうなんですかね。今日とかはもう治ってるんですかね。まさかのエラーでしたね。深谷さん CF やってますか？もうこれからですか？今やってるんかな？CF11 勝でした。赤金サおお。ネとフュルクルクです。ああ、サネか、サネっすか。そうか、でも、しっかり11勝、キープされて。こんばんは。こんばディアブロやってたら1日終わってしまいました。もうすぐレベル20です。んは。はいや、はいや。私も20、11まで行きましたよ。はいや、ブンツさん。早いな、もう20ですか。今日1時、初見です。初見です。ありディがとアうブロそんなにおもろいんですね。ございます。面白いっすよ。多分深瀬さんも好き。ローグライフなんで、風来の試練とかトルネコみたいな感じでダンジョン潜ってこう武器アイテム集めるみたいな。で、プロクラブみたいにそのスキルレベルが上がるとスキルが触れるんですよ。で、戦士キャラメイクというか、で、技とか、こんばんは。スイさん来ていただいてありがとうございます。キャラメイクもできるんで、で、こう、なんていうか、そんなに難しくない、結構、アクション、大雑把なアクションゲーム、アクションロールプレイングなんで、割と、シビアなアクションでも、キャラクリもあるのは熱いです。BL してみます。そうですね、キャラ、種族5人ぐらい、種族？職業？ 5 つから選べて、で、その後、そのスキル振るので結構ね、キャラの味が出るんで、で、武器がね、やっぱりこう、ね、いい武器集めたくなるんですよ。やってて楽しい。そんななんかこう、
難しさもないんで、ただいま配信中の体験版は今日までの期間限定なんですよ、ふかしさん。そうなんです、今日の4時までなんです。なのでもしあれやったらチャンピオンズファイナル敵強い。あ、本当ですか。あ、やられた、危ね。北コケコレさん、北コレさんありがとうございます、来ていただいて。やっぱあれですかね、 S 機関やから強いんかなって感じはしますよね。ブーフトさんマジですか、残念です。やればよかった。やればまだ間に合いますよまだ間に合います。1時間あれぐらいあれば雰囲気も。こんばんは、久々に来てみました。お元気ですか。山野さんありがとうございます、お元気ですありがとうございます。やられた。おお、お久しぶりですね山田さん、また来ていただいてありがとうございます。パスされた。ちょっと時間使われ出しましたね。今週も CF 出られてるんですね、さすがです。自分はプレミアで燃え尽きました。あ、本当ですか。そうですね、一応毎週出て、ただ最近はね、もうディビライをサボるようになってきてね先週はね1勝で終わってしまったんですよ。 CF とまだ慌てる時間じゃ、あわわわわわわわ、ありがとうございます。おお、慌ててる文さんあー、いた、当たった。もう惜しかったな今の。あ、向こう、嘘、オフサイド、オフサイドか。そうか、時間何やった、忘れてた。あーかん、もう時間ないわ、これは厳しいな。プレーオフは突破したんでリーグアン州まで突破効果。そうなんですね。そうか、まあ20試合大変ですもんね。でも今火曜日でしたっけ、水曜日か、水曜日の夕方まで伸びてますからね、それはちょっといいですよね。そうかそうか、山野さんリーグワン狙いなんですね。私もリーグワン狙いなんです。戦績1-1。まあ一応ね、来週ラリーガでもねちょっと引きたいんです。中盤の選手、このロレンテとこのザネッティの代わりがね欲しいなと思ってて、あ、昨日勝ったんです、この2人、ロレンテとこの、ザネッティ。もう値下がりしててね、10万損しちゃったんですけど、まあでもまあ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 、前使ってて、S 前に打って買い戻した感じなんですけど、その時80ぐらいで打ったんで、まあ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 かなっていう。
でもまた下がる、今日また下がるってのはちょっと正直予想外やったなっていうのはありますけど、こんな下がるかっていう。もう全部下がってますもんね。ねえ、スイさん、ちょっと早い。キョッキョさんポー。わー、スクラッチさん、ありがとうございます。昨日スクラッチさんすいませんでした。残念でしたね、昨日ね。入った。昨日はね、ほんと残念やった。またやりましょう。今日はね、5バックでやってるんです。352一緒、フォーメーション一緒なんですけど、守備時442から5バックに変えてやってるんですよね、今。それでちょっとどうなるか試してみたいなっていうのがあって。でも優勝です。そうですね、うちがね、レッドライオンに勝ってたんでね。おお、開いちゃった。もうあれは仕方ない。おいおい、え、どういうことですか、ブンツさん。おいってケン、ケン、そう、もうハリケーン厄介ですよね、ほんと。優勝、優勝、そうですね、うち優勝。そうですね、前半勝ってたんで、まあ、強いて言うならあれですよ、ツイートクラブ負けてたんですよね。だからうちとその、トリさんのところとの優勝決定戦っていう感じ。すいません、ブンさん優勝でした。こっことスクラッチは許さない。嘘、ブンちゃん、ブンちゃん。いや、あぶね。あ、ケンさん。え、どういうことですか。おいって。前半勝ってたから、あのまま勝ちは。おい。勝ちですよ。こんばんに。あ、ケンさん。え、次だってだ、ケンさんだ、ガチンさんのルールやったらあれですよ、1-1から、2-1からスタートなんですよ、後半。途中で切れたらあのってガチンさん言ってたんで。いや、後半まだ分からなかったですよ。そうですね、今度またで、ちょっとね、あのガチンさんに言ってたんですけど、ケンさん、またこの大会云々もあるんですけど、またよかったら交流戦みたいなのしませんか。あのツイートクラブと、うちと、そのそのケンさんのところと、ケンさんのところ2チーム組めたりするんですか、日によっては。いいっすよ、ありがとうございます。ぜひやりましょう。今度はね、ちゃんとうち、あの、もしするんだったら次は参加できそうですよ、僕も。スイさん嬉しい、スイさんも来てほしい。あの、今度はね、ちゃんとマナー守るように言っとくんで。ちょっとすいません、マナーの悪い。うちは2チーム無理ですね。あ、そうなんですか。まあでも3チームでも、まあ、一緒にやりましょう。ちょっとね、ま、あ、何してんの、誰って。何今の。マナー悪い。前回なんかやった時ちょっとマナー悪かったですよね。もあの OTM のメンバーが。あ、ぶね。リーグしているとそういう方いるので気にしてないですよ。あ、本当ですか。じゃあ全然大丈夫って言っときますね。ありがとうございます、ケンさん。そうなんですね。まあそうか、そうか、そういう方もいますよね。あ、ケンさん、私ね、今日5バックでやってるんです。352は一緒なんですけど、いつも352の44、守備時44ブロックだったんですけど、
今日っていうかね、今週の CF は5バックでちょっとやってみようかなと思って、あの22の終わり、僕もいたので本当にすみません。23の頭の時にね、ちょっと戻してたんですよ。単純に入れ替えてやるのは違うねって話になったんです。単純に入れ替えてやるのは違うね、え、どことですか、ケンさん。なんかね、やっぱり日程決めてやると緊張感があって楽しかった。ああ、そうですよね。なんかだから、なので、ね、コッコさんのプロクラブ参加してみたいです。あ、本当ですか。ぜひぜひやりましょう。選手を入れ替えるってこと。選手をやっぱね、日程単純に入れ替えて、あ、ごめんなさい、ケンさん分からなかった。ケンさんのチームの中で選手入れ替えてやるのは違うねってことですか。プレイヤーを入れ、ある程度固定して戦いたいねって話ですね。ああ、そういうことですね。そうですね。そうするとやっぱりちょっと面白いですよね。スクラさんがおっしゃるように、そうチーム決めて、日程決めてね、やるとやっぱ緊張感、おっしゃるように緊張感もありましたし、なんで例えばこう大会ってするとちょっと大変かなと思ったんで、そのね、ケンさんとの交流戦を例えば週末、来週末するから、それに向けてちょっと練習しようとか、そういうのでもちょっとなんか刺激になるかなと思ったんですよね。もちろんプロクラブするのも楽しいんですけど、それだけやっと、まあ、メリハリじゃないんですけど、なんていうんですかね、こう刺激というかね。なんで例えば他にもね、山椒さんさんのカチカチコは目が星の笑顔、何でしたっけ、山椒さんとことも一回やったじゃないですか。やったですね。そういうのも例えばちょっと山椒さん今度交流戦しませんかみたいなんで、するとやっぱりこう気持ちいいというか、こうね、両チーム人数多そうだったので、あれでしたら僕はオチ N ポイント来ますか。ああ、そうですね。うちタイミングがあればね、3チーム作れそうですもんね。本当に昨日もうわやられた、うまいなこの人、ケインの使い方。そうですね、日程が多分3チームも作れるんで、それもまあいいかなと思うんですよね。イッサ代表を呼んどきます。そうですね、イッサさんに OTM やってもらって、ツイッチ番人気。おー、うまい、やられた。うわー、これはきついな。うまかったですね、相手の方。スクラッチさんにはデススラ決定。マジっすか。あ、ブンさん、まあ昨日のメンツである程度こう固定してもいいかもしれないですけどね。うちもある程度、まあでもそうすると昨日参加できなかった人があれやから、あれか、まあまあ多い。でもなんだかんだ言ってある程度決まってる時ありますもんね。スイさんも割と OTM が多かったりしますし、私はデスすらしない主義なので、アビさんに言ってもらえます。人にやらすんか。そうですね、ある程度固定していただけるとありがたいですね。ありがたいんですか、ケンさんも。そうなんですね。なんとスキル5にして合わせるようにしときます。スキル5にして W、そうっすね。あかんあかん。あ、そっか、2点差なんか。
of resilience to shut them down. Has eyes for goal. Really good piece of goalkeeping there. Well, nothing comes of it. Mane. ああ今の取れなかった。ああやられたまた。やっぱりこう苦手ですねこのケイン永井選手への対応が。ケインまたやられました。やっぱりこうコッコさんベリンガム当てましたか。ベリンガム当てますよ。コッコさんはプロクラはいつやってるのでしたっけ。あ、一応ね木は固定でやってるんですよね。木はあとはまあフレマ部屋とのね兼ね合いもあるんで、そうですね今は木曜日は固定ですね。まあでもそのケンさんさせていただくときはケンさんとこ水曜日あれ固定ですよね。なんで水曜日かあの、ああ嘘外した、マジっすか今のは決めてほしかったな。週末検査とか週末も1日水金水金日やってますね。日やったら日とかもういいかなと思って。よし、多分週末の方が皆さん集まりやすいですよね多分。だから交流戦やったらそんなに昨日みたいに3試合とか時間も取らないと思うんで。わかりました。日ですと皆さん集まりやすいと思います。ですよね。なんでちょっとまあ大会終わってちょ連チャンやとちょっとねあれなんで時間空けて赤金ベリンガム当ててクイックしてくださいね。なんで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 スクラッチさんおかしいよそれ。なんでなんでクイックな。ですが7人くらいがマックスだと思います。あそうなんですか。この前昨日は集まっ いつもより集まったって感じだったんですか。大会なので集まってくれた感じですね。ああ、なるほど。いや、ポジ変 SBC に溶かしてください。クイックやったらカバーできるから。ブンちゃん、ブンちゃん鬼やな。なんでちょっとねこうイベントっぽくしたいなっていうのもあるんですよ。その方がやっぱ刺激になるんでね。負けちゃった。まあ、ちょっとねまずは大会そのどうなるか。戦績1214人所属ですが最大来ても10人くらいですね。突然遊びに行っても混ぜてくれますか。全然全然あのちなみに両班はだいぶやりました。あデイリーログインに溶かしてもらっても OK です。山下さん全然来てください。レベル1で OK です。ブンさんナイスアイデア。もうブンちゃんブンとさんデイリーログインとかひどいな。まあ、でも私多分ベリンガムね当たっても使いこなせる自信がないんですよね。中盤軽い選手が。まあでも使ってみろってことなんかもしれないですけどね。あレモンさんいましたね。ケンさん昨日ハチミツレモンさんですよね。あれあの選手名見てあこれハチミツレモンさんかなと思って見てたんです。そうですよね。えちょっと嬉しかったですね。知ってる方いらっしゃると他の方はちょっと ID 見てね分かんなかったんですけど、もしかしたら何人かは知ってる方いらっしゃるんかなと思って。コッコさんが声かけてくれないから W。 そうなんですか。 RQ 使いこなせるようになってきてますし慣れですよ。文ちゃんありがとうございます。ベリンガムくれ
スイさん、あらあら、スイさん。ジョジュイさんもうちにいます。あ、ジョスイさんも、ザンさんもいるんですよね。昨日もいたんですか、ジョスイさん。僕もケンさんのチームにいたの気づきましたか。え、ヌーキーさんも？え、ヌーキーさん2人いるんですか。昨日トリさんのところはあのコッコさんもカタカナのコッコさんもいらっしゃったんでね、ちょっといなかったじゃないですか。危な。ベリンガムさん、スイさんくれ。え、スイさん、ベリンガム、え、あって、え、あってましたっけ。さすがにバレましたか。バレますよそれは。ヌーキーさん。エンくんくんくんくれ。エンくんくんくん。ヌーキーさん大歓迎ですよ。祈り。うわ、ケンさん引き抜かないで。ケンさん。ワイベリ買ってました。あ、買ったんすか。さすが金持ち。コイン持ちの。引き抜いてないですって。ヌーキーさんはあげません。ねえ。まあ、ご本人の意思ですか。まあそう、本人が決めることですけれども、まあまあそうですよね。ワイベリー安くなって迷ってます。あ、ワイベリー OK。 あ、そうなんですか。いくらなんですか、深瀬さん。ワイベリー、ワイベリー売ってエスベリ買ったろうかな。グヘヘヘ、誰が汚い笑い方やねん。言ってない言ってない、スイさん自分で突っ込んだ。207万になってました。おお、結構安い、207万か。 Y でも全然、あ、でもそっか、逆語ですもんね、ベリンガム S は。メッシやね、メッシも100万ぐらい、400ぐらいですよね、もうね、今。ちょ、ビビったのはね、ペレがね、ジダンよりワイベリの方が良さそうだから、私も迷ってます。あー、スカッと入るんですか？ワイでもめちゃくちゃ強いのに。ねえ。何でしたっけ？そう、ペレない、私400で買ったんですけど、300になってるんですよ。去年は、TOTS 前が最安でペレ、その後上がってきてたのに、今年はね、やっぱ去年と相場が違うんですよね。何なんでしょうね。皆さんあれかな、ブンデスの出方見て、え、こんなに上がんのっつってちょっとビビっては言ってるんですかね。ルシオいるからなんとかはいります。あ、そっかそっか、ルシオあれか、ブンデスヒーローか。ワイベリ買うか、エスデブライネとエスキミッヒを買うかで葛藤してます。ワイベリ買うか、エスブライネと、あー、ハキミもめちゃくちゃ下がってますね。ねえ、びっくりしました、ハキミあんな下がるって。ケンさんどうするんですか、ハキミ。先週の動きだと火曜水曜あたりが最安ですね、1週間で見るとね。買ってすぐ売りました。あ、買ってすぐ売ったんですか。ワイベリ強いです。タイタントゥーレとか迷ってる人いたら間違いなくワイベリです。ああ。思ったより重かったです。あ、本当ですか。まあ、控えめリーンやからかな。フリンポンが軽くて私には良かったです。フリンポン、ああ。コさん質問いいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、フリンポン当たってましたね。ハキミならエスクリンポンでもやれるのではと少し思いました。まあ、確かに。そうですね、確かにフリポン良さそう。良さそうですよね、思ったより高かってびっくりしました。30万ぐらい、今はもうちょっと安くなってんのかな。30万いくかと思いました、最初来た時。ゴレツカ使うならどこで使いますか。ゴレツカ、
ああ、え、ボランチじゃなくて、スイスはフォーメーション何でしたっけ。スイスはフォーメーション何使ってたっけ。フリンポン、ワークレートハイ、ハイになり、4月4日になりペースカントスで軽いです、ね、ああ、なるほど、4月4日4月4日になってる。フリポン名前も可愛いし、ね、2つのハート。私も結構ね、フリンポンを愛用してたんでね、サブで使いやすいのですよね。オランダ軍団に会いますしね。ああ、そうかそうか。フリンポン使いましたがだいぶ良かったです。あ、本当ですか。アフカシさんもあの方ね、433-5です。ああ、433-5か。だったら CM でしょう。あ、433-5なんですね。しかも私はやっぱ CM で使いたいな。そこもいいですけど、攻撃もできるんでね、そこはちょっと使いたいですよね、攻撃面でも。逆小屋し、でもうちょっとなんかベリンガムよりも攻撃的で逆後の選手が来たら、ゴレツカとかめちゃくちゃ強そうなのに安いですよね。あ、そうか、ごめん、ゴレツカか、間違えた、ゴレツカか。あー、ゴレツカやったらそこかな、私やったら。サネッティ打ってフリポン入れるかな。あ、スカッチさん、サネッティは白線で青ゴレツカ使ってますがめちゃ強いです。あー、そうか、ゴレツカ良さそうですよね。結構ガチムチ系な感じでしょうけど。3センチメートルでデブライネ、ベリンガム、カゼミロにしてたんですけど、はい、カゼミロチェンジの守備もっぱらゴレツカがいいですかね。迷ってます。そうですね、サネッティも良さそうですね。サネッティの良さやっぱね、パスかなと私思いますね。勝ったんですけど、まあ、前も使ってて、思うんですけど、やっぱパスがいいから、ケンさん当たった。スゴレツカもはい、はいになりましたよね。ケンさんもサネッティ軽くていいですね。そうなんです。ヒーロー、カプテビダ、ヒーローじゃない。何カプテビダ ？90 のカプテビダ買おうか迷ったんですけど、やっぱりパスはね、サネッティの方がいいんですよ。だからね。ファンタジー。ファンタジーか。だから、その、わ、やれた。フリンポン、フリンポンじゃない、何やったっけ、何やったっけ、サネッティにしたんです。で、まぁ、ちょっと高いっていうのもあったんですけど、何でしたっけ、カプちゃんは重たいですが謎の刈り取りの強さありますね。そうですね、まあ、カプテビラでも良かったんですけど、まあ、値段も見て私はサネッティ買い戻しました。いや、あの価格の価値はないかなと。長いにもできるからサネッティ。あ、サネって長いにもできるんですか。私普通にシャドウつけてます。 WC 版で十分ですよ。そうなんですよ、そこ、そうなんですよ、それもあってね。まあでもやっぱサネッティ、とりあえずサネッティにしてみてます。そうなんですね。そうなんです。そうなんです。わざわざ買うならサネッティとか他の選手もいいと思いますよ。あとはね、その
ラリーが来たら上がるかなっていうのもあって、私は長い運用ですサネサネ。あ、そうなんですね。ないしは WC 版で良いかなと。何でしたっけっていう川残用もあってちょっと悩んだんですよ。それでね、ロレンテも勝ったんですけど、いきなり下がるっていうね。サネティは下がってもいいかなと思って勝ったんですけど。なるほど、それであればいいかもですね。サムズアップ、うん、でもちょっと怖なったんですよなんでもサネティにしとこう。ロレンテも下がっちゃったんでね。まあサネティも下がってますけどね、昨日から。まあもう一回上がる。がマジでやれない。そう、あ、本当ですか。まあやっぱり爆発的よりかはちょっと伸びはあるのは感じますけどね。パスがうまいサイドバックの選手いいですね。そうですね。ジョレンテ今いくらくらいですか。もうね40切ってますよ。ケンス、あ、スイさん、まさか切るとは。私44か45ぐらいで昨日勝ったんですけど、そんな早下がるかっていう。まあ、長くないとケインにやられてしまう印象。ジョレンテ39万くらいですね。そうですね。ケインさん結局、あ、そうか、ドリブルが。グリーズマン来たら少し戻りそうですけどね。あ、そうなんですよ。結局ちょっと戻るんちゃうかなと思って。でペラッティもね、なので売らずに持ってるんですよ、戻るかなと思ってでも読めない。なん、ケイン止められないですね。そうなんです。ケイン止められないんですよ。だもっと早めにね、やっぱりケインがこうなんていうか、特に2本目、2タッチ目ですよね、ケインは。なんでその2タッチまで行かないようにどう持っていくかの守備をしないとダメかなと思いますね。まあ、アトレチコの選手は確かに上がりそうです。そうですよね。でロレンテはね、ケインは長い特有のストレイフがくっそ強いです。そうですね。何でしたっけ、ポジションもね、 RB もそうですけど、何でしたっけ、中盤もできるじゃないですかね。やだ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 。中盤もできるんで、結構ね、組み合わせに優秀かなっていうのもあって。で、ザネッティもそうなんですよ。左右サイドバックと中盤できるじゃないですか。だから結構便利なんですよね。ラリーナワンリーグの仕組み、そろそろ使用かなって企んでます。なるほど、さすが水さん。そうなんですよね。なので割と使い勝手がいい選手って組み合わせで選ばれやすいんでね。まあそこまでめちゃくちゃ下がらんやろうっていうのもあって。ジョレンテはサイドと真ん中できますもんね。そうですね。なのでそういう意味でも戦績に2、いいかなと思う。そんな値下がりしないかなと思って買って、まあ、1日で10万下がったっていうあれなんですけど。そんないきなり、やっぱりさっきも言いましたけど、皆さんそのブンデス出てやっぱりこんな強く出るんかっていうのでちょっと売ってるんかもしれないですよね。1日目でもう CF 終わらせてガーッと売ってる可能性ありますよね。
great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. まあ、ファイブバックでもなんとか。自分も60万の時に買おうと思ったんですけど、迷ってるうちに下がりましたね。ラッシュとかですら下がりましたよね。あ、ラッシュも下がったんですか。1日で10万下がったあれですね。ああ。まあ、10万ぐらいやったらまあね、いいかなっていうのも正直はあるんですけどね。なのでまあいいんです。いいっちゃいいんですけど。ショックなのはペレなんですよ。ペレが100万下がるなんて思ってなかったんでね。あ、やれた。去年やったら今の時期420ぐらい、 S 開始前400に落ちて420ぐらいの予定だったんですよ。そしたら300なんですよ今。テレはなんで下がったんですかね。なんなんでしょうね。なんなんでしょう。やっぱりまあそのみんな暴落警戒してガッて売ってるんでしょうね。いやちょっとペレ300って安すぎ。タイタンのアイコン確約来るからですかね。あー、でもペレタイタンいない。今年の市場はやっぱり違いますね。ねえ、そうですね、動きがやっぱ違うんだと思うんですよ。まあ、Y の価値も、Y じゃない、アイコンの価値もやっぱり、違いますもんね。ケミーの合わせが変わって。ペレはいないですね。そうですね。ペレは、ワールドカップ。まあ、多分、単純に選手のニーズなんだと思うんですけど。とか、その。ちっさわや ST は、やれなくなってきてるからかな。あー、小さ、キャンもできますし、ね、どこでもできるんですけどね。まあ、逆語じゃないっていうのがもしかしたらあるかもしれないですけど。なるほど。まあその流れ玉みたいな感じで下がってるのかなと思いますけどね。みんな暴落怖くてガッ、まあ、パニックセルじゃないですけど、うわ入るか。そんな感じなんかなっていうのは思いますけど。なんでまた多分まあロドリゴ祭りだったのにそれほど下がらなかったのにねえ。あー、ロドリゴ、彼のせいでサラーとかが下がりましたね。ああ、本当ですか。あ、そういうのもありますよね。タイタンルシオも150万台に。え、マジっすか。それはちょっと安い。嘘、入る、今入る、あれマジか。あれ入ると全体的に下りが最近はすごいですね。そうですね、だからもうどうしようもない、どうしようもないんですよね今の昭和相場は。正直はね。なんでもまあ楽しむしかない、楽しみましょうね。選手買ってね、コイン貯めててもしゃあないんでね。ですね、もう使いたい選手機にせず使えってことです ね。もうまあ、どんどん下がりますから、言うても S5 は早いか遅いかだけで。どうしようもない W。そうなんですよ、どうしようもない。フットボール FC が7月開幕かもって言われてるのもありますね。ああ知らんけど、それありますね。あれどうなんですかね。あ、それはあると思います。
まあでも、なんか FIFA23 は早く終わるみたいに聞きました。あー、なんかそういうの聞きますよね。ただ公式情報が どれがね、ソースが分かんないんで何とも言えないんですよね、情報のね。 FIFA との契約が今シーズンまでってなると、新シーズンから FIFA の名称で使えないのでって感じで。あー、そっかそっか。あ、やった。スイさんのおっしゃる通りですね。そうですね。それがどうなるかですよね。まあ、でも7月やったらアナウンス出てもいいかなっていうも思うんでね。EA 側も新しいタイトルでお客さん取らないとですしね。そうですね。うっそ、外した。まあ、なんで、まあ結局ね、分かんないですよ。そうなんだ。課金もう抑えるかな。そうなんだ、分かんないですよ。 S が最後のイベントになるんですかね。いやー、それは FIFA は FIFA で顧客取らないとですし。まあそれはないんちゃいますか。 S 後もまだあると思いますけどね。その7月って言ってもまだあと2ヶ月あるから。去年も結局ね、9月はもうなんか、こんばんは。あ、こんばんは、ティーニーさん来ていただいてありがとうございます。ティーニーさん、昨日残念でしたね。シェイプシフターズ好きでした。あ、シェイプシフターズ面白かったですよね。私もシェイプシフターズ面白かった。最後なんかもう何でもありかも好きなんですけどね。もう99とかボンボコ出てみんな逆足逆後ね。本当にそうですよ。結構盛り上がってたんですよね、うちのチームも。もうお祭りでしたもんね。ねえ、あさって健康診断だからお酒も控えるか。お控えましょう。少しお酒。シェイプシスターって言いました。シェイプシフター、ごめんなさい、噛んだかもしれないブーツさん、すいません。シェイプシフターズいいな。いいっすよね。まあもう一回とか、フッティーズもありますし。シスターって言いました。ブーフトさん、ちょっくら締めますか。すいません、すいません、締めないで。締めないで。 EA からは7月に新しいやつのメールが来てましたね。ああ、あれでも7月って言ってしまうと客が離れたり課金しなくなるからですかね。あれでもなんかよく、スイさん締めましょう。ティニーさんのツイートしてくれてたやつですよね。あれ見たらなんか、その何 FIFA ともう一つのアプリ版っていうのが気になったんですよね。アプリ版っていう表現があったんで、あれは違うゲームなんかなと思ったりしてたんですよね。え、嘘。うわぁ、ボコボコやな。あ、抜けた。うわ、マジっすか。自作から販売せず、イーフトみたいになるとか聞いたような。え、マジっすか。それはちょっと怖いな。そうなったらもう引退かもしれないですね。EA 的にはもう22の売り上げ超えちゃったので満足してるんですかね。ああ、なるほど。それなんか、それ誰か言ってましたね。誰かがツイートしてるの見た気がする。まあでもそれも結局はね、コントロールできないんでね、なんとも言えないですよね。なんで、まあ、今を楽しんで、この S をね、楽しんだらいいかなって思ってます。で、なんとかね、今シーズン。で多数で売り上げ超えたなんて。今期中に、
ねえ、まあそう、そうですよ、トレフカで、ね、引退はさせませんけど。ああ、スカさん、ありがとうございます。やりたいんですけどね、なんかイーフトの感じ見てるとね、ちょっとなんかきついかもしれないですけどね。まあでも正直ゲーム市場自体がどうなるかっていうのもありますよね。だんだんとサブスク系になってきて、国庫内弱長出てきましたね。国庫内弱長、瀬戸内弱長さん。あいつのスケンさん、新しいのおらった。今を楽しめとかダブリ。ああ。UT はオンライン専用なので無料とかにしてくれるとありがたい人もいるかもですね。確かに、まあ一緒っちゃ一緒ですもんね。あ、たけさんこんばんは。たけさん、5列か当たりましたか。ベリンガムと5列か、まあ同じ、今と同じような感じで、その無料になる分には全然 UT 無料になりそうですよね。いいですよね。市場がなくなるってのが気になりますね。ああ、そうですね、もうコンソール自体がちょっとプロクラ有料になったりして、あ、当たるわけないです。当たるわけない。あれ、当たるつもりでなんかスカッと組んでませんでした、たけしさん。あれは違うんか。女子リーグ入れないでほしいです。あ、たけしさんはタイタン時代いるからいらないですよ。毎回言われますね、それ。たけしさん。当たるつもりなんで。ねえ、当てちゃいましょう。私は当ててほしい、たけしさんに。で、皆さんにね、いっぱいたけしさんがいじられるのを見たい。タイタン時代は半端なく強いのでいらないです。タイタン時代は上げてます。タイタン時代 だけじゃないと思いますよ、それは。そういう時のコッコさんは引くので注意ですよ。え、本当に女子リーグいらないですよね。差別とかそういう問題じゃなく。あ、外した。時代に失礼ですよ。え、タイタンじゃなくてもハゲてますよ。ねえ、みんなハゲてますよ。な、別にハゲてるのは悪くないですよ。私も薄毛になってきてるんでね。もうね、抗うのはやめました。コッコさん、赤金五列か出るに全部ポイントかけますよ。マジですか。私はふさふさです。あ、ケンさんふさふさ、いいな、ケンさん。マウント取られた、ケンさんに。ふさふさマウント取られた。ふさふさマウント、いや、7-1か、こんなに点取られた。私も赤金五列か出たのでコッコさんも出ますよ。あ、ありがとうございます。ツッコミがコッコさんと被ったので消えたいです。いやいやいや、全然いいじゃないですか、スクラッシュさん。私、スクラッシュさんとおソロで嬉しいです、ツッコミが。前もなんか被ったことありましたよね。何でしたっけ。五列か出ても、クイックか SBC に特殊してください。なんで、なんで、なんで。何やったっけ、先週ぐらいの配信でなんかスクラッシュさんと、何やったかな。SBC に溶かしてください。あ、え、スイさんも、え、スイさんもじゃあ溶かすんですか。ないしは赤金さね、デリフトで。そう、あ、デリフト、デリフト出たら CB 大渋滞ですね。あ、思い出した、コーヒーや、コーヒーの利尿作用があるっていう話。サネじゃないわね、スイさんは溶かしません。コーヒーは利尿作用がありますからねっていうのが変わりません。戦績に3。私はスカットにバッチリ入るので使いますけど、コッコさんは小柄な CM がお好みだと聞いたので。そうですね。マネ、来て、マネが来てほしい。一番来てほしいなんでしょうね。マネかな。まあ、フリンポンでもいいんですけど、マネ。コッコさんは5列か引くけど使わないパターンです。そうですね、それがあるんですよ。デリフト欲しいです。デリフト当てても多分使わないですよ。欲しいですけど、あれマネーじゃなくてサネ。私のバランが囚われの身です。私のバラン。カフテビラと交換しましょう。
ケンさん。あれどっちやったっけ、マネマネサネ、マネやな、マネ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 。ライクとデリフト氏で組みたいです。デリフト氏いいですよ、喜んで出しますよ、ね、私も喜んで買います。まあでも確かにその話戻りますけど、掘り返さないで、消えたい、穴の中には入りたい私は確約でタイタンロナウドでいいので欲しいです。タイタンロナウド、タイタンロナウド、タケさん、でも引き本当に引きそうやからな。うちのチームの方トレフカのタイタンロナウド引いたんですよね。あ、そうなんすか、すごいっすね、それはすごいわ。マジっすか。せっかく引いたデリフト使いたすぎて、プレミアと EFL とブンデスの3リーグ混合というわけのわからないスカッドになりました。すごいですよね、祈り。ねえ、すごい。お伝えください、クイックとクイックと何でもクイックさしますね。ブンフトさん、リョウスカです、サムズアップまあでもキミさん、デリフト羨ましいな。あー危ない、ねえ、いいですよね。まあ私は来週からかな、来週から本番 S はと思ってます。あ、ロナウジーニョ。リーグアンは誰来るんですかね。ねえ、誰来るんでしょうね。まあメッシ、ムバッペは堅いでしょうけど。コッコさんの配信見つつ、そろそろ終わる EFL が出るようレア銀作っておきます。すごい。さすが。ネイマールはモーメントできそう。あ、モーメントか。ネイモさんは来るんですか。ネイマールどうなんですかね。デリフト強いですし。コマントニャブリもそこそこやれてます。あー、ほんと、あー、そっか、コマントニャブリ。ハキミもどうなんですかね、来るんかな。あれ、引っかかった。コマン使いましたが強かったです。あ、コマン、ブンデスコスパすぎですよね。そうですね、強いですよね。まあ毎年毎年ブンデスはそうですよね。まあやっぱり私その中盤がね、軽い選手がやっぱ好きなんでね、軽い選手の中盤でなかなか正直いないんですよ。ベラッティ、松井大輔来ますか。松井大輔そうですね、松井大輔選手モーメントで来るかもしれないですね。強いです。約束で外すことありますが、ぬるぬる動くのでめちゃくちゃ好きです。 あ、そうなんですね。マルセイユのモーメントで来ますね。そうですね、来るかもしれないですね。ゲレイロ来たら作りたいです。そうですね、私もゲレイロはね。配信者の方の配信で約束が爪楊枝という話をされてました。約束が爪楊枝。中村俊輔のフラッシュバック欲しいです。ああ、そうですね、俊黒さん待ってるでしょうね。爪楊枝って表現面白いですね。松井大輔は来ないですが、酒井宏樹が来ます。ああ。S 南の匠来ますか。 S 南のもあるかもしれないですね。S 南のか。なんで今週公言は来なかったんですか。うっさいんじゃボケ来そうですね。え、うっさいんじゃボケ。高原、高原来なかったですね。
そうなんです。軽いね、このね、ボランチってなかなかいないんですよ。特にね、プレミアってほぼいないんですよ、そういう選手が。なのでね、自分の中でこう、なかなかプレミアとか組みにくいんですよね。カンテいるんですけど、カンテもね、寿司ボンバー欲しかったな。寿司ボンバー懐かしい。カンテは。カンテ、そうなんです。カンテですけど、カンテ、S 来てないんでね。なので、去年、何でしたっけあれ。なんかで来てたじゃないですか。シェイプシフターズでしたっけ。あんなんがまた来てほしいなと思ってるんですよね。ウッサインジャボケーは、南野がセレッソにいたときに、試合中に言ってたのが、映像に切り抜かれてたんですよ。ああ、そうなんですか。シェイプですね。去年そのカンテ最後まで使ってたんでね、ああいうのが来たらやっぱり組みやすいんですよね。OK。 なんでまあちょっと今んとこはいないんでね、なんでモドリッチをベースに組んでいきたいなと思ってるんですよね、中盤は。なんでレアルの選手、ラリーが組みたい。確かにプレミアのボランチ派でかい選手ばっかですね。そうなんですよ、でかい選手しかいないんですよ。まあもちろんいるんですけど、でか強い選手がいないんですよ。メタというか、ほんまに。なるほど、モドリッチ来てくれている。ポルトガル2部なんで、S 三浦来ますね。S 三浦？あ、本当ですか。スミウラそうかそうか、それもありえますよね、スミウラ。ミューラーズヒロ、フランクミューラは来ますか。フランクミューラはね、パチモンなんでね、ケンさん、それは多分来ちゃダメだと思います。ケンさん時計好きなんですか。コッコさんは小柄なボランチ守備不安にならないですか。ああ、そうですね。公式の勝ち物ですよ。え、公式なんですか。普通に来ますね。公式なんですかね。私は全然時計わからないです。入ってた。あれ公式なんですか。嘘。非公式じゃなくて、なんか一回訴えられてませんでしたっけ、あれ。知らなかった、公式っていうのは。フランク三浦のブランドとして普通に売ってますよ。ああ、そうですけど。小柄な巨乳が好きなんです。ハムトさん。あ、そういうことか。揉めましたけど認められましたよ。あ、そうなんですね。そうなんや。危ね、そっかそっか、それは知らなかった。認められてたんですね。コッコさんは小柄な巨乳が好きなんですね。ケンさんそんな言ってないよそうなんです、小柄、まあ小柄なね、まあボランチ少ないんでね、やっぱり。でもスペインは割と多いんですよ、その。あ、そういうことか。あ、そういうことか。多分シャビとか、イニエスタとか、その流れがあるからだと思うんですけど、結構そういう選手がポコポコ。なんでボランチの使い方が、なんていうかね、考え方が違うんでしょうね。自分は小柄、ボランチは不安です。ああ、そう、なんかペドリ、ガビ。そうなんです、そうなんです。ガビは SBC ではありませんすいません。ガビ、そうなんです、結構いるんです、ペドリ、ガビ。でモドリッチもそうですよね。そういうのもあるんで、
ラリーガは結構自分的には組みやすいというか、なんていうか、あの好きな選手で、割とフォワードもね、こうコネコネできる選手が多いリーグなんですよね。そういうのやっぱあるん、忘れた頃にやってくるナビいや覚えてましたね。まあスペインがっていうのもあるんですかもしれないですけどね、スペイン選手がっていう。あー失敗した。あ、お、うわー、まあ今のクロス。今日のお相手は強そうですね。そうっすね、強いっすね。山口素人とか小柄なボランチでしたけど、すごいファイターでしたよ。あ、そうなんですね。すごいループも決めたんでやれますよすいません、それその方存じ上げてないです、すいません、スカイさん申し訳ないです。おー、あー、存じ上げてますよ絶対。嘘、山口元博、フリューゲルスですよね。おー、やられた。これ、あー、びっくりした。エイブラハムか。ケンさん、さすが。フリューゲルスって言われてちょっとなんか思い出したような。うわ、うまい、外れてよかった。フリューゲルスめっちゃいい選手多かったですよね。あ、ちょっと思い出したかもしれないですね。アツヒロもそうですし、ちょっともうちょっとこれでいこうかな。そうやな、もうちょっとこれでいこう。あ、三浦篤弘選手。ですです。なんで、あ、外した。巨乳はやれます。こらこらこら違う。そうやな、ちょっときついな。明日から CF やります。あ、
ケンさん明日からやるんですか。コッコさん勝てないのに私勝てないですわ。いやいやいや、そんなことないですよ。私前ケンさんにボッコボコされてますから、ほんまにびっくりするぐらいボッコボコにされた。もうねもうあの日は忘れないですよ。あの日のことは。初見殺しみたいなラッキーでしたからね。3試合ぐらいしてね、何試合したんですか。3か4して全部負けたんですよ。コッコさん根に持ちますからね。いい、根に持つというか、そんだけケンさんが強かったっていう。来た、あー来なかった、まだある。いたあ、痛くない。ああ痛くない、すいません、痛くない。これでいきます。やっぱロレンってスタミナあるのもいいですね。まあベラッティほどこねられないんでね、あれなんですけど。あ、ずれた。危ない。やられた。うーわーマジかー。うーわー、これはね、頑張ろう。1点返したらね、とりあえず同点なんでね。お、オフサイドか。よし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 、まだ時間ある。辻ムーさんで10勝とか言われると CF ひよってます。まあ確かにね。おペンペンかねえ。あと1分。あーこれはもうないわ。あー悔しいな。いやマジか。結構強いっすねみんな、やっぱり。やっぱでもやりがいありますね。今週苦戦してる人多いですね。まあ確かに。でもスイさん14勝ですもんね。すごいなスイさん。思いますね。スイさんが14勝、めちゃくちゃすごい。そうなんです。スイさん強いです。なんかUTもうなんかこうこんなん言ったらあれですけど、もうちょっとこう負荷を減らしてほしいなっていうのは。私なんか14なんて無理なので11になんとかしがみつきたい。まあそうですね、私も今週きついかな。まあまあまだ分からへん、こっからですよ。
next to me, ready to give you all the analysis, is Stuart Robson. And we have live action from the Champions Finals coming right up. How do you see the match going, Stuart? Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players of starting the game quickly, hitting the opposition back, playing the ball forward, and regaining possession as quickly as possible. Hopefully, we get a really good... Moe moe. なぜかわからないですけど、今週は後半戦がすごく楽でした。あ、本当ですか。1周は9いけたら私の腕では満足です。いい、そんなそんな。ケンさんもね、14勝目指しましょう。ユーマさんも最近調子いいから13と来てますよね。前半 5-5 で結構渋かったんです、実は。あ、そうなんすか。見ましたよ。 5-5 から14はすごい。私も頑張ろう。そうっすよね、 5-5 ってことは1敗しかしてないってことですもんね。そう聞いたらやれる。スイさん、ナスクラッチさんとか。スイさん、ナスクラッチさん、スイさんとかってことですかね。スイさん、ナスクラッチさん。コッコさんの配信に来る人みんな強いからな。そうっすね、みんな強いっすよね。おお、嘘、入った。スイさん、ナスクラッチさん。スイさん、ナスクラッチさん。あ、ごめんなさい。いや、今の入るか。やっぱ打たなきゃ入らないところですね。特にこう立ち上がりはね、選手の能力も高いから、そこをうまく活用したいですよね。この方みたいに私もついつい同じ攻めばっかりになっちゃうんで。でも僕、コッコさん結構苦手で負け越してます。いい、この前ねって言ってもらってね、フレーマでね、なんかこの間のアプグレでドリブルしやすくなりましたよね。あ、本当ですか、ケンさん。私鈍感なんで分かんないですよ。ケンさんツイートされてましたね、なんかストッキーがやりやすくなったってね。DF が難しくなった気がします。あ、ディフェンスが。おお。うわ、抜ける、マジか。うまいな今の。ストッキー確かに軽くなったような。サンマクシマンがすごい軽いです。あ、足は選手依存ですから。ホワイトスカットですから。ハットマーク、アンダーバー、ハットマーク。そうそう、明らかにマクシマンでこねやすくなったんですよ。本当ですか。あんま分かんないんでね、正直。スクラッチさんは贅沢スカット W。 まあスクラッチさんかなり課金してますしね、正直ね。もうアイコン確約解禁しちゃいますか、多分。なんですよ、お相手にパエの方増えたし、パエもめっちゃ強くなってます。あ、パエもストッキーでしたっけ。ですです。あ、なんか、なんか、あ、うまい、今のうまい、今のトラップうまいですね、この方。あれは全く警戒できなかった。ストキー初速がやたら遅かったのですよね。そうなんですね。アプデ前まで
すごいなあ、みんなそんなわかるんですね。確約はしゃぶり尽くしてます。しゃぶり尽くしてるですよね。そやから白なるんですよね、多分ね。しゃぶり尽くしても引きがすごいです。サングラスで笑顔まあその分やっぱりっていうのは思いますけどね。まあケイさんもね、だん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 カプテリアもそうですけど引きがね来てますよね。越されるパイ、噂のパイ、うー、いや中当たりくらいしか私引けないですよ。本当ですか。まあまあ欲しい選手は買えばいいんでね。まあただ今回はその今作はね、そのスケンさんだけおっしゃってましたけど、トレー負荷ばっかりじゃないですか、プロモパックも。だから課金したところでコイン増えないっていうのは痛いですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。課金するね、あれがね、意欲が私はそがれ、まあもともとそんな課金する方じゃないんですけどね。課金する市場にも出回らないから高いままですしね。だからなんか課金する、もうちょっと楽に選手集められたらなと思うんですよね。年々大変になる。去年が一番楽。おお、シュートゼロ本。去年が一番。バイバイツエ。こわ。スクラスさん。一番集めやすかった気がしますね、選手。年々集めやすくはなってるとは思うんですけどね。EA だってせっかく選手作ったのだから使ってほしいだろうに。なるほど。そういう視点はなかったですね、私。おお。自分がプログラムしたワイロナウド使われないの悲しくなりますよね。ああ。ロナウジーニョとかね。作った方も。そっかそっか。ワイロナウジーニョ。ワイロナウジーニョ。あんま見ないですもんね、ワイロナウジーニョはさすがに。あ、嘘、オフサイド。まあでもね。まあ来作が本当にどんな感じになるかですよね。全く同じような感じ、もしくはいいように変わってくれたらいいんですけどね。ユーザーも使えず作った方も使われずで悲しいですよねこのゲームやっぱり好きなんでね、長く、本当に長くやっていけたらなと思うんでね。マーコス・ヨレンセ、メッシ、ハキミ、ケアレス・イン・ポゼッション、ナイス・ボール・トゥ・スイッチ・ザ・ポイント・アタック。まあでも本当はおっしゃる UT だけ、まあ課金を多くしてる方に有利にしてあげてほしいですね。まあせめてね、それは思います。それはなんか課金してもしがいがないみたいなやったらあんまりしてる意味がね、まあそれは引けよっていうことなんですけどね。トレプカでももっと引けよっていうことな、そう思いますよねっていうことなんでしょうけど。SBC ロナウドもあんま見ないです、横っ子さん。あ、ロナウドも、あ、本当ですか。
私結構 CF でバンバン当たるんですけどね、ロナウド。メッシもよう見ますしね。私あれなんかやっぱスカットってあるんですかね、こう対戦してて。私のスカットも結構割と揃えてると思うんですけど、だいたい相手の方も揃えてるケースが似たような、あまたロナウドかって結構当たるんですよね。あれ、ストライカーのリトリート入ってるのにフォーメーションがおかしい。あ、ようやく治った。押し切った。ディアビーもいいですね。ディアビーも当てたら面白そうですね。これでいこうかな。あるかもですね。私相手にフリット結構いる率高いかも。あねえ、スカットっていうのあるかも。冷凍なんかもしかしたらねえ、都市伝説みたいなんでありますけど、さっき生梅さんの配信見てたらロナウドの人結構いましたよ。あ、本当ですか。またリトリートちゃんと入ってない。何やろなこれ。ミドルとプライムいましたね。ミドルとプライム、本当ですか。私もよう見るんですよ。はい、あぶね。まだチャンスありますからね。メッシ買えるか。まだ買えへん。もうこれでいく。バッペ買えてもよかったかも。よし、あと10分。まずは1点。三笘さんや。ああ。
Cancelo. Conte now. Martinelli. And a tidy tackle. Harry Kane slips it through. よし、来た。いって。よし。とりあえず延長。なんか今日メッシーさんスタミナ切れてますね。これでいこうか。そろそろ一茶さん釈放ですかね。ぬきさん、そうですね。先週の三笘さん取ったけど一回も使わないで素材になりそう。スカスさん、私も一緒です多分。先週の木水曜か木曜ぐらいやった気がするんですよね、一茶さん。うわ、外した、マジっすか。コマ左、右でしょ今の。あれは決まったと思ったんですけどね。ケイン入らなかった入らなかったな。おし、入った。オッケーオッケーオッケー、勢いよく打ってよかった。三笘さん、危ない。おいす、あ、ワイさん。こんばんは。あ、ニョロさん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます、ニョロさん。これでいくか。これでいこうか。皆さん、昨日ありがとうございました。昨日は優勝できてよかったですね。そうですね、昨日は。昨日は何もありませんでしたよ。え？今流れてる曲サイコパスっぽいですよね。あ、本当ですか。ぬぎさん。おい。あ、ぶつさん。昨日優勝でしたね。おい。え？おい。え？いやいや、うん？買ってましたもんね、昨日ね。昨日は特に何もありませんでした。
昨日鳥さんとこ強かったですか？あと皆さんで聞いたんですけど、鳥さんとこ強かったって結構。単なる土曜日でしたよ。単なる土曜日？なんか結構強い方がいっぱいいらっしゃったって。本当にリーグとかに参加している方々なんですかね。へ。そうなんですね。そうなんですね。センバまでセンターラインを越えてきててイケイケでしたね。あ、そうなんですか。あれ。アレクシス。私は優しいので、同じ道民として記憶を消してあげてます。同じ道民として。オッケー。やっぱこうやってプレスに来てくれるとね、すっごい助かるんですよ。聖丸さんらしき人と当たりました。おお、マジっすか。聖丸さん強いですからね。ザバスココアってチーム名でした。あ、ココア、もしかしたらそうかもしれないですね。聖丸さんのチーム名何でしたっけ、忘れちゃった。今日結構戦績というか全然進まないですね。本家なのか偽物なのか分からず何もしませんでした。まあ確かに戦績3、4分からないとあれですよね。聖丸さんのチーム名忘れたな。 ID が分かれば、 ID は分かるんですけどね。強かったです。強かったです。千丸さん強いですからね。14勝定期ぐらいですから、千丸さん。ID もサバスでした。あ、じゃあそうかもしれないですね。聖丸さんとな、聖丸さんと当たりたくないよな、CF で。聖丸さんですね。聖丸さんと当たったらもう。最後の数字が68でした。ああ、多分それ聖丸さんですね。あー、やられた。お、助かった。
ダイアリでしたとお伝えください。いやいや、ワイさん自分で言おう、そこは。ラッキー、開けてくれた。エフェクトゲーミングしてしまったので合わせる顔がありません。そうなんですか。どういうことですか、エフェクトゲーミングって。アディショナルタイム長いエイブラハムです。ああ、いや、そんなエフェクトでも何でもないですよ、ワイさん。そんな、それも立派な戦術ですから。出ちゃう。うわ、危ねえ。あ、しまった、またやってもうた。うわー、助かった、ラッキー。最近なんかあそこでミスするんですよね。危ない、危なかった。ああ、間違えた。あか、リオネル・メッシ、ペレ、It's a perfect challenge.あかんあかんあかん、うまいこと言ってないな。おお、危なかった今。来た、あー惜しい、今のフライスルーやったな。危なかった。やられた。あらら、ま
あまだ同点、あやられちゃった。あーいやー今日本当にね楽な方一人もいない、まあいつもなんですけどね CF って。出てしまった。おお、そっち。なんでハキミがここなんだよ。オッケー入った。今のは無理やり。おっとっと、オッケーオッケー、来た、これは来た、オッケー、よし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 、なんとかなんとか得意な形に持ってけたな今。打てーろよし、これ大きい、切ってください、切ってくれたらき、よっしゃ 4-4、 なんとか持ち直した、こらえましたね。これはあと2試合したい、なんとか。やっぱ1日10試合ちょっときついですね。来週からやっぱり土曜日も CF やろうと思います。1日10試合はきついですよね。ねえ、きついっす。これは決めたい。来た。うわー、うっそ。今の決まらんかった。けど入った。ラッキー。緑、な、たまたま緑。
この方チームプレスかけてるのかな、結構守備陣形が乱れてるな、なんでやろ。え、入っちゃった。なあ。はい、来てない来てない。もっとサイドシンプルにね、あー、ずれた。オッケー、今のパーちょっと危なかったっすね。ああ、間違えた。よしよし。ああ、惜しかった。ああ、惜しかったな、今。危ない危ない、今の長いにうまく対応できたけどやられた。アップね、危なかった。今のは完全にやられたと思う。オフサイド、おお、あぶね、あぶな、今のは分かったな。
fizzles out. Well, Wolves have been second best in terms of possession, but their counter-attacking has been really good, particularly in the wide areas. It's been an excellent performance from them so far. コッコさん配信に来ました。ああ、辻村さん。こんばんは。こんばんは。来ていただいてありがとうございます、辻村さん。今ね、4-4です。こんばんは。こんばんは、スイさん。スイさん。出ないで、出ない。入って。こんばんは。入って。あ、こんばんは、ブンツさん。皆さん、ありがとうございます。なんとかね、最低でも 5-5 で折り返したいですね。今日は。6-4 やったら最高ですけど、5-5 では行きたいですね。おいす。おいす、ダッチさん。ダッチさん、どうすか、CF。お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。あー、木戸さん。朝10時からFIFA続けてました。もう目が見えません。もう見えない。3-2?うわー、やられた。3-2。辻村さん、辻村さん、だいぶやりましたね、FIFA。今日で全部消化したからか。やっぱりそれはきついっすよね。強いな。ねえ。辻村さん、あまり寝てないんじゃ。ねえ、辻村さん。勝てる試合落としたのきついです。そうですよね。あー、失敗した。あ、これはなんとか勝ちたいんですよね。イッサさんいないと寂しいですね。そうですね。ツイッチ番人気、もうワンちゃんコッコさんと当たってたのか犬の顔。そうですね。ダチさんと、あ、オープンの、まあまだ同点ですからね、これこの試合も負けてるわけじゃないんで。おお、危なかった。また12時半過ぎに開始予定です。あ、そうなんですか。ダチさん、ハード来た。まあ、二次待機するからか。ナイス、ありがとうございます、辻さん。今日5バックでやってますよ、辻村さん。来た。よし、やった。今のは嬉しい。ああ、もう切ってくれるんか。マジで切ってくれたら嬉しい。よっしゃー、ジージー。やっぱりさすがはメッシですね、辻村さん。戦績後4チャチャ。家 W コッコさんです。 W 辻村さん、ありがとうございます。よしよしよし、とりあえずあと一斉して今日は終わりますよ。最後勝ちたい。5-5と6-4はね、違いますもんね。とりあえず
5勝はキープできたからよかった。連敗中です。 Y さん、 Y さん今どんな感じですか？昨日の大会終わってから5バック増えた気がします。あ、本当ですか？全の力ですね。みんな流行りなかもしれないですね。全の力ですね。ツイムさん、自分がバカすぎて、おー、いい、全然いいじゃないですか。勝ち越してるじゃないですか、Y さん。そんなね、勝ち越してるのに、それは Y さん。プラスに思考ですよ。スイさん、だって5から14勝いったんですよ、スイさんは、今週。スイさんみたいになれる可能性もあるんですから。気持ちで負けちゃダメよ、Y さん。あー、やられた。危ない。剣怖。折り返しだから敵弱くなるよ。ねえ、そうっすよ。大丈夫大丈夫、 Y さん頑張ってください。今落とした試合もカーソル見失ってラインバカ下がりして負けて、またまたそんなこと言って殴りたくなりました。 Y さんダメです、そんなマイナス発言はダメですよ。 Y さんはプラス発言しかもう禁止です。でも切り替えました。あ、さすが、素晴らしい。そうです、そうです。マイナスになっていいことなんもないですから、 Y さん。イーブンで顔なら4、6の私は樹海でもさまよいますね。僕も勝てる試合負けてチンコ握ってしこりたくなりますよ。何それ。うわ、危なかった。今週はいっぱい負けたな。僕もプラス思考で頑張ってたらレジェが落ちるようになりました。レジェ木戸さんもまだまだですよ。そんな、私も4勝5敗とかから、辻ムーさんの新スカッド楽しみ、11勝とかも割とありますからね。それディアブロやヌーキーさん、ディアブロか。まあ、私これまだ0-0ですよね。5点リードしてたのに逆転されたのでマジで号泣してしまいました。大の大人笑ってしまった。そういう時は笑い飛ばしましょう、笑い飛ばしましょう。そういう時もありますからね。って思いますけどね、やっぱり。仕方ない、仕方ない。サイコパスの片鱗見えたな。スカッシュがどうしても欲しいんですけど入らなくなってしまいました、ね。ああ、そうか、慣れない選手と煽り体制のなさにしんどいです。ああ、まあわかります、わかります。まあそうやって徐々にね、メンタルは。住所でも特定してやろうか。メンタルだ徐々に強くなっていきますからね。ブラックキドさんやん。なんかね、こう自分でコントロールできないことを考えても仕方ないんでね。過ぎた過去もそうですよね。過去も自分ではもう変えられないんでね。今からは変えられるんですよ。だから変えられることにやっぱりね、意識を持っていかないと。わあ、先生っぽい。あ、先生っぽい。やっちゃった。4C に特定すれ立てて気持ちを切り替え。
イライラしてると CF 勝てないってのは分かりました。やっぱこのゲームメンタルですからね。前向きなサイコパス。ポジティブサイコ。こらこらこら。仕方ないですよ。本当に考えても。ストレスは体に悪いですからね。フォワードランですね。フォワードラン？フォワードラン？フォワードランがポイントってことですか、木戸さん。あー、ごめんなさい、スクラッチさん。あー、思考がフォワードランってことです。思考がフォワードラン。あー、そういうことか。ボケ殺しサイコパスやめてください。すいません。ダッチ神、ダッチ神、ダッチッチね。あー、パスするとこない。どうしよう。うちのケインがシュート決めなくなってしまいました。あ、本当ですか。シュートまで絶対持っていくのに。まあ、皆さん だんだんとケインの対応に慣れてきたっていうのはあると思いますよ、正直。そのあケインもうメタです。あ、すみません。ね、ケイン強い強いんですけど、やっぱりその何試合かやってくるとやっぱりね、本当にね、ケインめっちゃ多いですもんね。シュートは声量で決まるって誰かが言ってました。それなんか聞いたことありますね。メタメタです。ね、そのなんでしたっけ、なんでしたっけ、多分そうですね、慣れる相手の方もね、私もケイン苦手ですけど、さすがにね、こう半分ぐらいは。そういえばコッコさん、はい、エリート行けました。あ、すごい。ダッチさんすごいな。私スカバト全然、スカバト、ダッチさんおめでとうです。ディビライモサやな。モサっすね。ディビライ全然やってないですよ。私も今週はでもね、やろうかなと思ってるんですよね。モサやな、モサやな。お、やられた。ふんすふん、発症すれば2週間赤金確保、暖かいです。あー、そっかそっかそっか、ディビライ報酬か。そっかそっか、確かに。ラッシュ当ててスマシ顔でツイッターにあげたいです。スマシ顔で。あ、
あげましょう。さらっと。そう。ああもう当たっちゃった。こらこらこら。あー失敗した。あーちちちご、うん、ののあーちん、あ、失敗した。こらこらこら。あ、また続く。早かった。ち、ん？あ、やったり。やられた。わー、悔しい。え、チンチ？チンチって何ですか？おお。アナルコッコのチンチコチンチン。ダッツはまとめてくれてありがとうございます。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。かん。なんかいい感じになりましたね。なんかいい感じになりましたね。最終的には。なんかっていうのが。まあ内容はないですけどね。ダッチ神。お、まだ首の皮1枚。スクラッチさん愛してる。ダチさん。さすがワイメシ。さすがワイメシでしたね。まあ、今は PK ですけどね。まあその前の攻めが良かったですね。なんとか同点にしたい。あ、やっちゃった。大丈夫。あぶねー、あぶねー。ちょっと今の焦った。あー読まれた、読まれた。あぶねー、あぶねー。コッコ神、ありがとうございます。スクラッチさん、あー読まれた、読まれた。スクラッチさん、ゴバックの時代が来ましたよ。誰の真似ですか？真似とかじゃないです今の。ゴバック神、ゴバック神。あーよし、危ねかった。危なかった。危ね、危ね。中尾明の真似、中尾明の真似。中尾、誰のゴバック参考にしましたか？あ、私22の時の自分です。22の時の戦術に変えたんです私。で変えたのは辻夢さんにね、5バックもいいんじゃないですかって言われたんで、言ってもらったんで、それでちょっと試してみようかなと思って。今週はその5バックで守りきれなくなってボロボロにされたんで、それでスクラッチさんのじゃないのかよ。すいません、自分のです。やられた。いやー5-5。あ、おおすごいですねこれ。赤金ネイマール。
いやー、ゴーゴーでしたね。自分で神とか言って寒かったです。すみません。いえいえ。時代は541です。ああ、タックン式。タックン式541ですか。ああ、ゴーゴーか。でもこっから水さん14勝いったんですもんね。明日続きやります。よし。まあ、こんな感じで今やってます。このザンティとロレンテ勝って、守備時44ブロックから5バックに変えてちょっとやってみました。まあそんなに5バックでもこっからですね、本当に。44ブロックってやっぱりベラッティ外れてて泣いてる。いや、いますよ、います、ベラッティ。ベラッティいますよ。安かったんで勝ったんですよ、この2人。でもいきなり昨日勝って思いっきり下がってるんですけど、まあでもいいかなと思って、ちょっとなんていうか気持ち切り替え、もう本当にね、このメンバー、このメンバーでも 2,3,4,3 ヶ月使ってますからね。バラン入れてないのやばいですね。入らないですよ。もうメッシも800試合になりましたもん。ロナウドも800試合。この方も。この方も。なんだかんだラモス強いですよね。この方も800。そうですね。なんだかんだラモス800。もうね、ずっと一緒なんですよ。この方900ですね。この方もね、1000いってますよね。ペラッティは1回打ったんでね、少ないですけど。まあでもこれで後半戦もね、5バックでやっていきたいなと。まあバランはね、カンテの特集が来たらね、入れたいなっていうの、だいぶ先になるかもしれないですけど。コッコさんもスカッと変えましょう。変えましたよ、変えましたよ。ロレンテ入れて、ザネッティ入れて。まあ来週きっと変えられると思うんですよ。あれ来たら、ラリーが来たら、このザネッティと、ロレンテは入れ替えが可能なんで、ここにね、新しい2人入れたいなと思ってます。それ変えたってうちに入らないです。え、ああそういうこと。他ね、まあ、まあいい選手当たってるんですけど、スカッと変えるのが難しいんですよね。この前線が来たらひたすらパック無配信しましょうよ。ああなるほど、すぐ被りますけどいいっすか。だいぶパック減ったんですよ。今いくつかな、46、ちょっと減りましたよね。減りましたね。ねえ、かぶりしてましょう。してない、してない、してない。だいぶ減ったんです、これ。間違えた。これじゃない。ちょっと見てもらいましょうかね。どんなもんか。結構いいの残してるんですよ。え、バラン持ってるんですか？あ、そうなんです。バラン当たったんです。81、11、82、20、84、20、84、20、83、15、83、15、85、85、10、83、ダブル、84、5、10、83、ダブル、82。じゃあクイックで。なんでなんで？これはビニシウス引いちゃうな。ね、ビニ引いたらようやくムバッペ外せる時が来るかもしれないです。85。384とか結構いいパック残してることないですか。この辺ちょっとね、84、85、10とかちょっと楽しみですよね。まあ本番はリーグワンですけど、明日も、明日じゃない、来週全部ください。だってさ、全部あげないです。コインとか入ってくるんだったら全然買いますよ。これで、まあこんなとこですかね、今日は。皆さん、とりあえず5-5、後半戦明日頑張ります。じゃあ皆さん今日は、オツです。オツです。RMT 成立でいいですか。私が現金もらえるってことですか、それ。やつさん。おつんこです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。木戸さんも。BA 大賞万歳ですよ。あ、ケイさんも、バンさんも、バンさんも、ダッチさん、やめましょう、やめましょう、やめましょう。そうっすね。
そのできたらいいんですけどね。お疲れ様です。あ、だってあれとどん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 ってどういう意味ですか、 Y さん。どんどんって。皆さん今日もありがとうございました、来ていただいて。やっぱ配信しながらですと楽しいですね。また明日もやりますんで。お疲れ様てます。おー、 Y さん75、いいじゃないですか。私も明日やりますね。え、ついさんもありがとうございました。今日皆さんのおかげで楽しく配信できました。いつもありがとうございます。じゃあ今日はこれで失礼します。皆さんおやすみなさい。おつん、スカイさん、いつもありがとうございます。おつおつこっこさんでした。あ、ワイさん、ありがとうございます。失礼いたします。